はい、どうもこんにちは。どうもこんにちは。コーヒーに行くと、ヨフでーす。今日いないけどさ、チガリの名前ってさ、ニガリみたいな名前してる。カンティでーす。それ何日考えたんですか、今日は。これ今日は1週間考えて。1週間考えてそれです。友達と練りに練り合わせて。友達としかも。しかも友達と考えたのね。考えてた。はい、ヤタカダントです。お願いします。お願いします。はい、それで今日はですね、何をやるんでしたっけ？ブルーロック流行ってるから。はい。あ、じゃあブルーロックの絵を描いてみたっていうやつですね。そうですね。じゃあ、そういうことです。よろしくお願いします。ヨヘってバローに似てるよね。何バローって？知らない知らない。俺、ブルーロック読んだことないのよ。読んでないよ。めちゃめちゃバローだと思うんだけどね。バロー？ちなみにブルーロックってどういう漫画ですか？アニメですか？サッカー。サッカーです。青足ではなく。サッカー。どういうサッカーなのか教えて、わかるよ、サッカーぐらい。最強のフォワードなんだよ。全員が。全員がもう全員がフォワードなんだよ。じゃあ、キーパーからフォワードまで全員フォワードってこと？どういうこと？チームサッカー成り立たねえでしょ。成り立つんだよ。どういうこと？成り立っちゃったんだよ。え、そうなの？本当にそう。アニメだ。ガチ。アニメ。いや、本当に、ブルーロックガチで。ガチでガチでガチ。え、ガチなの？そうそうそう。あ、そうなの？もう最強のストライカーを目指す。あ、そうなんだ。そうそう。最強のストライカーを目指すっていうアニメなの？そう。あ、そうなんだ。そういうこと。だからバロー。バロー？だからバローがわかんないのよ。フィールドの王様。あ、そういうこと？そう。すごい。ペレじゃなくて？ペレじゃない。へー、まあ、その中の、はい、ちょっと俺の好きなシーン、はい、まあ、ナギってキャラがいるよ。誰？ナギさ？ナギ聖志郎がいるよ。ナギさ？ナギ聖志郎？聖志郎か忘れたけど、トラップがえぐうまいキャラがあるんだけど、はい、そいつがね、はい、二段式ボレーみたいなのやるの。一回三笘がやって、はいはいはい、なんかちょっと話題になった。ああ、我らがリバプールの試合でやったやつですね。あ、そう、ひどいですね、あれね。あの人も多分ブルーロック読んでますね。あれをやろう。勘弁してください、あれは。あれやろ。やるんすか？一回やってみよう。いや、俺知らないのよ、だから二段式を。だから、まあ一回見ますわ。一回見ます。一回見ます。はい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 。はいはいはい。はい。オッケー。いらん、この時間。わかりました。二段式ね。はい。二段式でシュート打っちゃいいのね。そう。あ、オッケーオッケー。任せ任せ。とりあえずいい。あの、相手いないから、はい、もう、来たボールを。はいはいはい。トラップで浮かして、はいはいはい、ボレーして決めれば OK、はいはい、二段式ボレーやっていきたいと思います。じゃあそれではやっていきまーす。ちょっはい、それでははい、できました。じゃあ先攻後攻決めていきます。よし、じゃあ行く。はい、行くでしょ。行くでしょ。後攻で後攻、僕先攻です。やったことないのに、見たことないのに。よし、じゃあ今回は最初からサドンです。決めた方勝ち。で、だからもうこれ1本で決めて勝敗決まったらもうケツ当てして終わりなんで、多分3分の動画になります。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、キーパーはお互いやっていこう、はい、あ、じゃあケツ当てはペナルティエリアからケツ当てで、はい、ということで、じゃあ行きます。お願いします。ニューカッスル最高。サンティの1本目、次に決まるから。さっきの2本目、2本目。何が近すぎるよ。飛んでってるもん。やった。これ3本目。あ、もう決めまーす。どうだ。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 3本目。シュート打ちたい。ボレー。最初ボレー。あー！ 4本目。はい。ボレーが来てんねーな。バカしょごめん。4本目。
なんだから多分次行けるわ。ごめん。ちょっと応援するわ。ごめん。あいつ一生無理っすよ。やばいよ。6本目逃げるわ。果実じゃないやつ。本気に言ってるよ。わあ、これやばい。今のひどっ。めっちゃ前もあったよ。すげー。もう何もね。もう発砲だよね、今。8本目ぐらい。やばい。わー！ないよね。よし。ないよね。ほら。勝者もないって言ってる。私はどうにせよ食足りてないよね。食足りてる。7分7分。ちがりにきだい。行こう。あ、頼むから当てないでね。行こうよ。振り頼む。前向け。いやーシュートエグいけど、これはこれはこれは怖すぎる。これやるために YouTube 始めました。ああ、やりました。すーさあ、やっぱ当てた。なんでですよ。血圧なのになんで腕なんすか。じゃあもう一回やる。カメラマン、お前も俺の仲間だろ。違う。コーヒーにきの個人チャンネル見てね。はいはい、あさ、そう、3分で終わるって言ってたけど不祥です。 K 両方合わせて18本ぐらいありましたね、これ。やばいやばいね、今回ね、結構な量やってますから。なんか後ろで今仲間たちが、我らのやたからずの仲間たちがやってみてるんですけど、結構むずいっすよ、本当に。ほら、今の音でわかるでしょ。パス、むずかったね。企画をね、もうちょっと簡単なのにしよう。いや、それはないよ。妥協はないよ。妥協ない、妥協はないよ。ちょっとやってほしいなったら、コメント欄を買ってほしいけど。でも、ブルーロックとか青足とかでいろんなの出てくるから、それでもう、全部やってきます。全部やる、うん、ドリブルも、ドリブルも、だから最終的にも
終着点はあの稲妻イレブンのオットハンド。バローやな、バロー。バロー誰？バローが分かんないのだから今の現時点で。でもこれからブルドッグ読んでいきたいと思います。ということで今回も僕がまた負けてしまいました。はい、また勝利のあの方程式、まあ、これブルドッグです。まあ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 よく分かりませんけど、その辺は僕は見てください。まあ、今回はまあ基本的に今やってるのは練習試合なので、これからリーグ戦やってきます。それで僕は勝ちますんで。今日もはい、チガリいないけど。チガリ今日もいないけど。チガリ最近忙しいんですよ。忙しい。あの最近あの彼あの花こうやって刺してるんですよ。一日今店の花を全部ドライフラワーにしてるらしい。そうなんですね。すごっ、どうやってやってるの。吸うのかな。逆さにするだけ。逆さにするだけ。そんなんでドライフラワーできるの。だそうです。まあってことで皆さん二段階二段式これ対決、はい、ぜひやってみてください、はい、今日の動画が面白かったなって人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。プシュプシュ、コメントもしてね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。